日本の弱体化、強くなるのに反対しとるんです。自分たちの国を守るという、ね、国民がいなくなるのを待っておるんです。日本の漁船が漁場に向かう漁場のどこにも中東の船が来ている、ね、どのように日本は守るのかということで、なんとかないと、ね、重い腰はね、河川決定とか言って、では飛んできたミサイルを、ね、途中で撃ち落とそうというような施設を作るとなると、彼らは反対なんです。共産主義者は反対なんですよ、皆さん、ね、自分たちの生まれた育った日本を守る、そして家族や家庭を守る、それに対して彼らは反対する。非常におかしなことでしょう、皆さん。しかしその国を守るという議論というか話を棚に横に置き、ね、今度は国民の教育にお金がかかるから、ね、子供にお金を出せ、人口が少ないのは生活ができないから、ね、お金を出せというような言動が、ね、弱虫自民党政府は憲法改正よりかそちらの方に力を入れる、ね、共産主義者によってはしめしめですよ、ね、領空に飛行機戦闘機を飛ばしているではありませんか、皆さん、ね、漁船が出るとその漁船にいたずらして妨害しているではありませんか。そういうことを日本の国民の漁民を守るためには、ね、中央共産党は何やってんだろうと言えないんだそうなんですよ、皆さん、ね、本来の政治国ならば与党ができない。国防の問題となると野党が立ち上がって、今の現状はどうなんだろう、ね、いうのが野党の役目なんです、皆さん。しかしその野党が共産主義の傀儡ですから、仲間ですから、日本が強くなると困るから、ね、日本が強くなると困るから、彼らは兵器ミサイル基地とかそういうのに反対しておるんですよ、皆さん。そのことも考えなければならないんですよ。ですから戦争が起きた、侵略が、ウクライナ領に侵略が起こされたときに、日本国民はどのような行動を取るのか、戦争反対ということで、バカバカ共産主義が攻め込んできたときに、白旗を上げて、ね、国民の生命を守るために、白旗を上げて、彼らを受け入れよう、受け入れざるを得ないような状態なんですよ、皆さん。それだけ逆にあれなんでしょうね、あの人が来ない、うん、はい、ということで今日は、令和5年の5月3日憲法記念日ですね。まあ、今日ね、福島駅前で、まあ、愛国党さんが、まあ、凱旋活動を行ってましたので、ちょっとそちらにねお邪魔して挨拶してきました。あ、どうですか、暑いは。暑いね。まあ、ね、でもね、まあ、やっぱね、まあ、これ事務所が近くなんで私もね一回入りたいなと思ってたんだけど、こんなに暑いんだと思わなかった。まあ今日ね、愛国党のね、あの、まあ、凱旋というかね、今日見てきたんだけど、まあ私は高尾先生ね、それから筆安さんね、品川さんね、
あの方とずっとお付き合いがあって、あと、山田さんっていうね、ちょっとビラハリ専門なんだけど、ビラさんもビラハリ専門でね、まあ、結構いろいろ長い付き合いがありました。今日一番ね、やっぱり印象に残ったのは、まあ、他の有効団体はほとんどやってないんだけど、私もね、まあ、ブログなんかで再三書いてますけど、私は親米をよくってことでね、今日はやっぱりアメリカの国旗をね、やっぱり平等と掲げて、日本の国旗ね、あと台湾の国旗をね、掲げていたと。まあ、昔からね、一貫して変わらないね、愛国党の政治姿勢というね、まあ、感動を受けました。愛国党の方とはお知り合いになって、東京でも一緒に活動してたんですけど、まあ、本当に懐かしかったです。ああ、ねえ、よかったです。昨日ですか、ね、YouTube にも上げたんですけれども、はいはい、令和新選組による、はいはい、まあ、無断でね、はいはい、工事現場のフェンスにポスターを貼るっていう問題、はいはい、これはね、どうなんでしょうね。まあ、ちょっと常識外れてるよね。ですよね。彼ら常識外れてるのが、まあ、そういう人間だからね。山本太郎はね、まあ、国会でもね、福島の野菜がね、出した時にね、めくれてるとかね、なんかこう、福島県民を侮辱するようなね、ことを言って、で、自らはね、なんか外国に逃げたんだよね、あれね。震災直後。震災直後ね。これでね、まあ、あと戻ってきて、で、まあ、まあ、謝罪はしたようなことを言ってるけども、まあ、本来のね、謝罪をしたって言ってもね、本当に福島が県民の方が許してるのか、心の底からね、その謝罪を聞いて、ましてや福島市でね、私がこの前山本太郎が来た時にね、山本太郎の方からね、討論しませんかとかってね、近づいてきてね、で、まあ、これ逃げるわけにはいかないんでね、私も討論したんだけど、で、まあ、口が達者だよね。ペラ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 ってね、これでね、まあ、あいつが何を言うのかってことを先を読んでね、うん、やんないと、本当にね。で、まあ、あいつはね、結局あれなんですよ。東電が悪い。うん、ね、政府が悪い。まあ、政府したら民主党政権だからなんだけどね、うん、言ってね。でもね、私は最後にね、あなたが忘れたことありますよと。我々は被害者なんです、ね。それはあなたたちが盛んに言ってね、風評被害。我々は風評被害の被害者なんですよ。あなたそこについて何か一言言いなさいと言ったらね、なんかそう言わなかったよね。まあ、あれなら逃げちゃったんだよね。うん、まあ、その何か言うと、コメントが入ったの？なんかそう、ですね、まあ、YouTube ね、見られた方だったらお分かりかと思うんですけれども、うん、先日のこの福島駅、うん、東口での、うん、このポスターを貼られてた問題、うん、でですね、このポスターを貼ったと、ね、うん、言われる、まあ、本人、うん、まあ、本人と見られる人からね、うん、コメントがありました、うん、でこのコメントがですね、まあ、その反省の、まあ、かけらもない、ええ、うん、要するに、まあ、駅前で令和新選組が街宣活動をやった時に、うん、まあ、そのフェンスにポスターを十数枚貼ったらしいんですね、うんうん、で、凱旋が終わった時にそのポスターを剥がしたんだけれども、うん、まあ、よりによって、まあ、これコメント見てもらえればわかるんですけど、うん、うっかりミスでこの2枚だけ剥がし忘れたと、うん、人間誰しもうっかりミスはあるんだと、うん、そしてこの令和新選組を貶めるような動画は削除してくださいと、うんうん、そういう内容のコメントが入りました。で、当然ですね、まあ、百歩譲って福島駅頭で凱旋活動、これね、合法的に行うならまだしも、仮に工事現場のフェンスに後から剥がす目的があったとはいえ、あそこにポスターを貼るっていうのは果たしていかがなものかと。で、よりによってうっかりミスで常識ない人間が剥がし忘れたと。集まってんだね、結局ね、令和はね。で、それまた何、私がやりましたって、これなんか本名を名乗ってんの？
一応その YouTube のアカウント名では、うんうん、まあ本名なのか、まあ、偽名なのかわからないですけれども、うん、まあ個人名で、うん、そのコメントが投稿ありますかね、うん、まあ、で個人名であれば、うん、あのまあ、私とかね、あの私の弟子だったね、有方大地ね、渡辺君、あとあなたね、ええ、我々って偽名とかハンドルネームとか、うん、一切使わずに、うん、いつも言う実名でやってるじゃないですか。そうですね、だからね、うん、あ、まあ、まあ、そう分かるけど、うん、そのね、なんかその有名な人だったら分かるけど、うん、有名でもない人もさ、うん、私がやりましたって言われてもさ困るよね、で私たちはね、ただ住所もさらけ出してるわけだから、そうですね、せめて住所と、うん、住所くらいさ、うん、ちゃんと書いてね、出してほしいよね。そうですよね、うん、でまあこれはね、でもかな、やっぱりその令和新選組が福島で今度の統一地方選挙に立候補するっていう目的で結局やってんだろうね。まあですね、だからね、もしもね、福島市民がですね、こういう令和新選組の人間をね、もしも当選させるようなことがあったらね、これほど国民をね、あちゃその市民をね、馬鹿にした話はないし、市民を食べられてるね、本当にね、いろんなことを言ってきて思ったのがね、その市民から受け入れられているというふうにね、錯覚しているようだったら、俺はね、ちょっとお前違うぞということはね、俺はね、ちゃんと教えてくれないと困っちゃうよね。まあそれがね、やっぱ我々の役目ですよね、うん、だからもうこれあれでしょ、あの、うん、彼ら自身がやったというふうに認めてるわけだから、ね、あの、まあ、ゼネコンは小田建設と地元の佐藤工業の OB なんで、GB なんでね、結局、あれ、騒音防止そうでね、のためにああいうやつを貼ってるわけだから、少なくともああいうところにベタベタベタ貼られたらさ、じゃあ誰でも貼っていいのかと、そこですよ。いうことになっちゃうよね。まさにね、それこそ本当、山本太郎のね、言葉を借りるわけじゃないですけど、うん、これは、右とか左の話じゃないんですよ、うんうん、仮にこれが政権与党自民党であれ公明党であれ同じ状況であったら、僕はね、間違いなく同じ動画を上げてますし、これはおかしいんじゃないかと言ってます。私が悪意を持って映像を上げてるでしょ、どういうのが悪意なのかさ、どういう貢献なのか、ちゃんとそれ説明してもらえないとダメですね。でね、あの TikTok も僕やってるんですけれども、うん、同じタイミングでその同じ動画を上げたんですけれども、うん、まあ、YouTube よりはるかに伸びがすごくて、今の現段階でもう2万5000回ぐらい見られてるんですね。でその、まあ、TikTok ですから、で2万5000回ぐらいね回ってるっていうことは、逆にあの、まあ、僕らに対するね、うん、アンチも非常に多くて、うん、でコメントなんか見ると、まあ、明らかにその令和新選組の審判であり、うん、我々のアンツっていうコメントも、まあ、いくつか見られたんですけれども、うん、これ瀬戸先生、あのね、令和新選組がどうとかっていう、まあ、問題ももちろん大事なんですけど、うんうん、僕自身今すごく危惧してるのが、要するにこの我々愛国陣営、まあ、もしくは、まあ、いわゆる右翼団体、うん、これが未だに自民党の用心棒であると、そのような認識でいる人がね、すごく多い。まあ、今もいるよね、それはね。